1923年1924年全国水平社大会記念写真。前列中央が、山田1924年全国水平社大会演説。山田河野次郎2月25日から1931年3月9日は、日本の社会運動家。少年水平社の設立者。奈良県出身。別名は次郎。 奈良県南葛ツラギは木上村柏原北方生まれ、久差別ブラック出身である、小人症と診断され、成人になるまで生きられないと言われた。1922年3月3日、京都の岡崎公会堂で行われた全国水平社創立大会で少年代表として演説を行い、次のように呼びかけた。私、これまで役所の役人の方や、 学校の先生方の講話を聞きました。それらの方々は、口を揃えて、陽動の必要を叫び、人と人との差別は不合理だと言います。そして差別的感情などは少しもないように言われます。でも、実際には、なんと冷たい目でしょうか。皆さん、大人も子供も一斉に立ち上がって、差別を打ち破りましょう。そして光り輝く新しい世の中にしましょう。以来、 ずば抜けた演説の才能を発揮し、全国各地の水平社創立に努力したが、1931年に、脳腫瘍のため25歳で、福岡市金平の高岡実ノ宅で没した。その死を惜しんで、九州水平社の葬儀の一週間後に行われた水平社葬では、約2000人の同志が駆けつけた。葬儀は、地元の最高寺で行われた。 石踏みが立っている場所の西隣には河野二郎が通っていた脇上尋常小学校がある。石踏みの表には山田河野次郎君の日と刻まれ、裏には昭和6年3月9日、没動11年9月全国水平社昆流と刻まれている。ありがとうございます。